こんにちは、アドブローです。今回も匿名でいただいたご質問に回答していきたいと思います。今回はこちら、琴浦さんが依存98と100で悩まれてたと思いますが、自分も同じような悩みを持っています。私はスクールに通いながら低レベルではありますが、シングルスの草刀にも出始めました。現在ブレードを使用していて、スクールでは、ボレストなどをすると98だと飛びが抑えられてる分しんどい時があるのですが、100を使うしんどい時があるので100を使うのですが、草刀では逆に飛ばない分98の方が、良いプレーができます。このまま状況によって使い分けるか1本に絞るか悩んでます。何か背中を押していただけると助かります、ということですね。まずはご質問ありがとうございます。今回の、動画なんですけれども、質問いただいた内容ポイントとしては、ブレードを使っていて98だとしんどくて、100を使ったりするんだけど、試合だと98の方が抑えが効いていて、安心して打てるというような感じなのかなと思います。で、状況によって使い分けるべきなのか、一本に絞るべきなのかということですね。質問にもあった通りですね、僕も面98のものと面100のもので悩んだことは数知れずというような感じですね。で、依存の、98-100 もそうですし、例えばツアー100とピュアスト98だったりとか、ツアー98だったりとか、エクストリームツアーだったりとか、あと CX200 とウルトラツアー100だったりとかみたいな感じで、こっちは、このショットがいい、でもこっちはダブルスのボレーがいいとかみたいな感じでね、いろんなラケットで揺れ動いてましたというか、やっぱりそこの境目、98と100の境目みたいなのは、あるっちゃあんのかなみたいな気はしますね。で、僕個人で言うと98のものって大体、シングルスで安定して使えるものが多いかなという感じがしますし、逆に100のものですと、ボレーの打ちやすさであったりとか、特にそのスピンサーブだったりとか、あとはそのストロークの弾道のバリエーションが出しやすかったりとかっていうところが、メリットになることが多くて、その狭間で揺れ動くその自分のね経験談も含めて、今回はお話をねしていきたいなと思っておりますが、本題に入る前にちょっと小話をさせていただきたいなと思うんですが、動画ね、いつもご視聴いただき本当にありがとうございますというところで、おかげさまで登録者数が今、6700人を超えてるというような感じになりました。もう本当にね、ありがとうございます。で、テニス系で言えば、もっと登録者数が多いチャンネルもたくさんありますし、もっと伸び率がいいチャンネルもねたくさんあります。もう最近初めてあっという間に僕なんかね抜いていく人なんてまだまだたくさんいるしという感じで、なんですけれども、本当ね、焦らず気張らずマイペースにやっていきたいなと思ってますし、内容的にね、今回のもそうなんですけれども、正直マニアックで万人受けするようなチャンネルではないと思うんですね。で、人にたまに YouTube のチャンネル持ってるんですよみたいな話になった時に、じゃあ見るから教えてくださいよみたいにやり取りになることあるんですけれどね、見ないでしょこのチャンネルみたいなね、どの動画見んのみたいな感じの、そんなねチャンネルなんでね、なかなか知り合いに紹介するっていうのも難しいなとね普段思ってたりするんですが、そんな中でも見てくださっている人がいるんで、続けられてるというような感じですね。内容的にサブチャンを作ってそっちでこう Q&A やったりとかっていう風に分けてもいいんだろうなとは思いつつも、結局一つのチャンネルでの運営をね続けちゃってるというような感じなんですが、インプレにしろこの Q&A の動画にしろ、今後もね基本的にマニアックにやっていくっていう感じは変わらないだろうなと思いますし、あとはそうですね、誰か一人の役に立てばいいという、そのくらいのスタンスでやっていきたいなと思ってますし、それは、いわゆるその大手のチャンネルとかでは難しい部分、一人のために動画を作るっていうのは難しいんだろうなと思うんで、そこをね、個人勢としてちょっとね、やっていきたいなと、継続してやっていきたいなと思ってます。ですんでね、もしもチャンネル登録がまだの人がねいるようでしたら、ぜひ登録していっていただけると嬉しいです。ということで、じゃあ本題の方に入っていきましょうと。で、今回98か100かで悩んでるということで、一本に絞るかそれとも使い分けるかというところですね、考えていきたいなと思うんですが、
まあ、ほとんどのそのラケットに関して言うと、まあ、98の方がまあちょっと飛びは抑えられていて、まあ割と安定させやすいっていうところがあるかなと思いますし、逆に100になるとまあアシストがあるんだけどばらつきやすいという傾向が出る人がまあこういう悩み方になりやすいんじゃないかなと思います。もちろん人によって98の方が、なんだろう、単純にその飛ばないだけ100じゃないと嫌だとか、まあそういった差はあるとは思うんですけれども、今回の質問してくださった方は僕と同じように、飛ばない98でも安定する、飛んでくれる100でもなんかちょっとばらついちゃうみたいなところに今ハマってるんかなと思います。で、個人的な理想をお話しさせていただくと、もちろんその道具に関して言えばよりパワーがあるもの、よりアシストがちゃんとあるものを、使いこなす、そういったものを活かして楽して安定したプレーをするっていうのが、それはもちろんベストだとは思ってますが、まあなかなかね、それってうまくいかないよなという気はしますね。分かっててもちょっとそのばらついたりしますし、まあそうですね、あの98飛ばないなと思っていても実際試合になるとなんかそっちの方が結局うまく、打てる、安定したショットが打てるっていうことが多い気はしますね。まあもちろんそのどういう環境で育ってきたのか、どういう道具を使って、やってきたのかっていう、そういうこう背景にもよるとは思うんですけれども、僕はやっぱりその薄らけ、面のちっちゃいやつみたいなので育ってきたんで、まあそのパワーのあるラケットを扱うっていうのがそもそもあんまりうまくないっていう前提があるんで、まあこういう感じになるのかなとも思ってますね。はい。で、98の方がまあばらつきにくい、その安定する、試合で安定するとか安心できる理由っていうのを考えた時に、まあストロークに関して言うとやっぱりちょっとねアンダーパワー気味だと思うんです。はい。そんなに飛ばないと、少し自分で飛ばさないといけないっていう力、なんだろう力感になると思うし、あと擦るとショートしちゃうっていうところで、なんか擦らずに打ってちゃんと収まる、まあ収めやすいっていうのがかえってこう安定感を生んでるのかなと思ってます。はい。で、100になると逆にこう合わせるだけだと抜けてしまいやすかったりとか、まあ、スピンかけなきゃいけない、じゃあちょっとどうしよう、スピンかけよう、擦るようなスピンになる、ショートしちゃうとかなどが安定しないとか、まあそういう感じになってしまうのかなと思うんですね。はい。で、他の動画でも言ってるんですけど、スタテニさんでね、テーマになってたやつで、まあ、スピンをかけすぎてませんかというやつがあって、まあ、スピンをかけるから安定するわけじゃないよねと。むしろスピンをかけようとすることによって、そのボールとのコンタクトにばらつきが生まれる可能性があるんで、じゃあ、むしろゆったり振ってフラットに当てて、ちゃんと飛ばす、綺麗に当てるっていうことを重視するという意識も、それはそれで重要なんじゃないですかというお話の内容だったんですね。で、それは僕はすごくこう、そうだなと思うところがあって、まあもちろん振り切ってスピンかけて、で、それでショットを収めるっていうのができればベストですけど、まあ本番でなかなかそこまで振り切れないっていうことも多いですね。まあもちろん上を見ればキリがないんであれなんですけどね、振り切って収められる人ももちろんいるんですけれども、まあ、振り切るのがなかなか緊張してできないとかっていう人に100とかね、オーバーサイズとか、オーバーサイズだから飛ぶとは言わないですけど、まあすごいパワフルなラケットを持たすとかえってこううまくプレイできなくなってしまうっていう可能性はあるんじゃないかなとは思います。はい。で、もちろん100でそれができるっていうんであれば別にそれでいいとは思うし、まあ意識の問題っていうところも当然それはあったりはすると思うんですけれども、まあ98の方が自然にそういったのを導くことができるというのがあって安定するのかなとは思います。で、まあちょっと脱線しますが、とはいえ98も100もね、最近はもう単なる数字になってきてるところもあるかなと、自分自身のそのメンタリティというかプラセボのところもあるかなと最近はすごい感じてはいますね。というのも最近はスペックがすごくこう細分化されていて、ラインナップもすごい多いし、なんか似たようなラケットがたくさんあるっていう状況に今なってると思うんですね。で、まあ98ですごく飛ぶやつもあれば、逆に100で飛ばないやつもあるんで、まあ一概にその面98だからこうだよとか、面100だからこうだよとかっていうのがすごくこう、まあ
一括りにするのはすごく難しくなったかなと思います。はい、なのでこう最近すごく思うのはラケットラインナップもすごい増えてるし、インターネットでスペックとかの情報もすぐ分かるようになったんだけど、それが、まあ、ラケット選びのその難易度を下げる、ハードルを下げるというところにつながってないのが今のラケット市場の、まあ、難しいところだなと思ってはいますね。はい、でその上でじゃあブレードの98と100ってどうなんというところなんですけれども、まあ最近あのブレードの V9 ですね、今年リリースされて非常に好調かなと思うんですが、98と100も両方打ちましたけれども、まあ、やっぱり98を使うんであればさっきも言った通りちょいアンダーパワーかなと思います。うん、で問題になるのは100の方でして、じゃあ100にしたら98よりアシストがすごい増えるのかっていうと、まあ、そんなには変わんないんですよね。はい、うん、というのも、まあ、フレームの厚みは1ミリぐらいしか変わんないですし、フェイス形状は丸型に変わってますし、なんだろうな、こう98をそのまんまパワフルにした感じかっていうとそうでもないかなと思いますし、なんかその、依存の98と100のような極端なパワーの違いとかっていうのもないかなと、なんか微妙に違うよなっていう感じですね。で、まあフェイス形状も丸いっていうこともあるし、なんだろうな、まあスピンはね結構かけやすくなるかなと、まあピッチの広さとかもあるんで、まあ引っかかり感の良さ、回転のかけやすさみたいなのあるとは思うんですけれどもね、100に。なんかね、じゃあそれブレードの100じゃなきゃダメなんですかという気持ちにはちょっとなっちゃうところはあるかなと思いますね。他にそれだったらまあ他にいい100もちろんあるかなみたいに思ってしまうんで、なんかブレードらしさであったりとかブレード特有の良さみたいなのが少しこう、スポイルされてしまう気がして、あんまり、もちろんその単体で見た時にはバランスのいいラケットという言い方も当然それはできるんですが、難しいなと思いながら見てますね。はい、まあ他にその丸い面の100のラケットっていうと、まあグラビティの MP だったりファントムの100だったり、あとは KIQ プラス5とか、まあいろいろありますけれどもね、いろいろあるんで、まあブレード100ってなんかまあバランス型なんで、他のライバルと比べて突出してここがいいよねっていうのはちょっと見つけにくいし、98の方がそのらしさみたいなところ感じやすい。まああの100の方がね、個人的にはちょっと柔らかい感じがします。シャープさがあんまりない感じがして、だったら98使った方がむしろメリットあるかなって思っちゃうのがブレードのちょっと難しいところですね。はい、なのでまあ他の98、100、2つラインナップしてるラケットに比べるとブレードってここの2つの差ってそんなに大きくないし、だそれだったら98使う方がいいかなって思っちゃうっていうラケットな気がします。で、最後にじゃあ1本に絞るか使い分けるかっていうところなんですが、まあもちろんこれどっちでもいいと思います。ご自身が納得できる方でやってくださいっていう話ではあるんですが、ただまあ、実際に試合で出る時に、まあ、シングルスが多いっていうことなのであれば、僕は全然98一本に絞ってもいいんじゃないかなと思いますし、まあ時々ダブルスするだけっていうことであれば98でも十分対応可能なんじゃないかなと思いますし、まあその両方いろいろ使い分けてる自分からお話しさせていただくと、まあやっぱ一本に絞れた方が、まあその実戦の時に感覚のそのブレ感だったりとか、まあ今日はこれで行こう、今日はこっちに行こうっていう、そのなんだろうな、揺らぎが少ない方がまあ正直いいんだろうなとは思っているんで、はい、であとはブレードさっきもお話ししたんですけれども、100にしたとしても、まあ100もね、言うてシングルスの方が僕はやりやすいラケットだなと思ってたし、だったら98でいいじゃないと思っちゃうんですね。はい、でシングルスでめちゃめちゃネット出ますよと、ボレーの打ちやすさも重視してますよっていうことでないんであれば98で全然いいんじゃないかなと思います。繰り返しになりますけど、依存の98と100ほどの差っていうのが、そのブレードの98、100の間にはないし、だからまあどっちでもいいし、まあどっちもシングルス向きなラケットだよなとは思うんで、はい、
98でやれてるんだったら全然僕は98でいいんじゃないかなと思いますし、そこにストリングで、どうパワーを加えるかっていう見方をする方が、まあもちろんね、そのパワーもあってシングルスも安心してできるっていうラケットに巡り合えたらそれが一番いいんですけど、まあなかなかねそううまくいかないのがラケット選びだなと思うんで、はい、一本に絞ってまあストリングのセッティングを煮詰めるとかっていう方が、その直近現実的な部分を考えるとこう満足度が高くなりやすいかなっていうのはあるかなと思います。はい、でもちろんその試合で負けたりとか相手のパワーに圧倒されたりすると、ああもう少しパワーのあるラケットにした方がいいのかなってすぐ思っちゃうんですけど、まあ言うてね、パワーのあるラケットにしたところでそういう相手には打ち負けるんだなっていうのはね最近すごい感じるんで、はい、ぜひ僕の失敗談であったりとか、まあ、経験談をね少しでも参考にしていただければ幸いですねという感じです。ということで、まあ、今回はねブレードの98と100のところで、まあ選び分けるというか、まあ、使い分けるか一本に絞るかみたいなお話をさせていただきました。まあね、ラケット複数本持つ楽しみももちろんあると思うし、まあ一本に絞れないなんかこうなんだジレンマというかもどかしさっていうのもあると思うんで、まあ焦らず決めていただくのが一番いいかなとは思いますが、個人的には98を押しているというような感じですね。はい、ということで今回は以上です。概要欄の方にブレードのインプレーの動画貼ってありますので、まあよろしければそちらも見ていただけると嬉しいです。それでは。